伊達家の母書大年寺は、宮城県仙台市大白区門前町に所在する大幕州寺院。三号は両足さん。甲斐さんは広塩鉄牛。本尊はおくるみ。東急は六頭。仙台城下町を囲むように点在する仙台七先の中の一つ、茂ヶ崎の頂上近く大都市寺にかつては所在した。道所は仙台市都心部から見て、南。 長町福都心から見て、北にあり、住居表示実施前は、仙台市長町屋在もがさきだったが、現在は、仙台市大白区もがさき一丁目となっている。なお、大日本人総乱では、名取群もがさき村根岸となっているが、これは原子量が、対象年中に成立しているために、長町成立以前の所在表記であると推測される。広瀬川曲流部の右岸には、青。 葉山、京が根、ね、あたごそして大都市寺山が連なっている。現在の当時の本堂などは、大都市寺山南登録にある、宗門宗門の前に広がる、かつての当時の門前町の方に映っているが、当時の霊園はかつて本堂があった、大都市寺山頂地区にある。1927年頃の仙台市及び、近郊地図。大都市寺は、 大都市寺山山町に記載されている。門前町は、市街地との連続性がまだない。大幕州に消した第四代目仙台藩主、伊達津名村により創建される。元禄八年に、伊達津名村が、自ら桑を握って、現在地を開いたとされる。元禄十年に、当時、津名村の州都にあたる稲葉正則が会期である、幸福寺の広志大鉄牛を招いて解散した。 津村の死後、伊達吉村治世下の教法16年には、大幕衆本山の満腹寺を模倣した伽藍が完成した。また、吉村の治世中に創門が建設されるが、これが現在、半世時代の建造物で、大都市寺に残る、唯一の建造物となっている。創建以降、伊達天根州と、伊達人氏義夫妻を除く仙台藩伊達氏の歴代の菩提寺となる。ちなみに、 周隆と伊達人義夫妻は、臨在宗明神寺派の随法寺に墓がある。また、大幕州、日本三宗林の一と称された。寺療二百国、他に林米十七国などを藩より与えられた。明治維新以降に、伊達氏が仏僧から神僧に転換したことにより、他の藩主家の庇護を受けていた寺院同様衰退した。これにより、病門や被体、 果ては仏具まで売却して、縮小、荒廃した。ありがとうございます。